個空いてる。あ、妊娠中さ。やっぱ産まれてないよね。え、もう出てた。なんか出てる。じゃあないね。これから。これちゃんだよね。わあわあ。わあわあ生まれる。わあうるせえ。生まれる。もう少し。わあ、え、順調そうだね。じゃあね、あと2つも楽しみ。リンリンハローパラレールリニパラレルのリントです。もう緊急で動画を回しております。なんかこれなんかあれだね、YouTuber がたまに言ってるね、緊急で今動画を回しておりますみたいな、そんな感じなんですけども、ちょっとね、いろいろバタバタ仕事で立て込んでて、なかなか動画更新できてなくて、で、急に更新した動画が、急にヘビちゃんの赤ちゃんが生まれましたっていう動画なんですけど、生まれたよ。うちにね、青大将が2匹、この間来たんですけれども、その子たちがね、卵を産んで、で、私、青大将の卵の管理とかの方法っていうのを一応知ってはいたんですけど、実際にやるのと、実際にね、見るのと、やるのとでは、まあ、なんて言うんだろうね、百聞一見にしかずじゃないですけど、やっぱ失敗もありまして、全部で12個くらい卵を産まれたんですけど、うち、ちゃんと育っていたのが、この3つ。で、まだこの2つは、横も空いてる形跡がないので、この子たちはまだもうちょっとお時間かかるんじゃないかなっていうところなんですけど、この1匹は見事にちゃんと生まれております。よかった。しかもね、生まれたばっかり、さっき帰ってきて、さっきっていうかもう1時間前ぐらいか、帰ってきて、ちょっとジュクジュクになってるのがあって、その動画、多分この動画をね、見てる前に挟まってると思うんですけど、そう、そんな感じだったんですよ。で、その状態で置いといたら、中から出てきてくれていて、まだね、この子触らないようにしようかなっていうのと、しばらくはね、このケージの中で、過ごしてもらって、一回脱皮するまではご飯食べないみたいなんで、一回脱皮するまでちょっと様子見ようかなっていうところと、湿度もね、温度もね、保ってあげようかなっていうところでございます。ちなみに親個体は、あそこにある、ケージ、これ。はい。このケージね、に今2匹いる状態になっております。はい。いやー、かわいいね。かわいいね。なんか、子供が生まれるっていうのは、袋も本願でね、うちでウィンちゃんが生まれた時もありましたけれども、やっぱりこう、感慨深いものがありますね。うわー、びっくり。なんかで、このタイミングでご報告するのはあれなんですけど、実はうちの、まあ、ヘビちゃんたちがね、増えてきたのもあったので、実はね、ここで、はい、こんな感じでね、マウスの繁殖も始めていたんですよ。で、今合計、7匹、マウスちゃんがいて、で、この子たちは全員親子体になるので、愛着も込めて、この子たちには全員名前がついている状態になっております。なので、この子たちはね、亡くなった場合は、ちゃんと、埋葬してあげようかなっていう風に私が思っている子たちになっております。はい。ね、で、プラス、ね、こんな感じでやりながら、下でね、ヒメウズラもね、今、やってるんですよ。これヒメウズラの卵なんですけれども、こちらのね、孵化も今やってて、本当なんか動物ちゃんがいっぱい増えていってるっていう状況なんですけれども、その状況で生まれた卵3つがね、こんな感じで、うまくちゃんと育っていって1匹出てきておりますね。ちょっと卵を持っても大丈夫かな、戻っちゃう中に。なんかさ、ちょっと白くない？もうちょっと黒い子が生まれるような気持ちでいたんだけど、光の当たり具合かな？魔王大将ってね、最初ね、マムシか。
マムシに擬態したような色になってるんであれなんですけれども、ちょっとだけ皮めくってもいい、ここ。あ、でも黒いな。黒いから普通の子かもしれないね。なんか普通の子よりもちょっと白めなのかなって勝手に思ったんですけれども、そうではなさそうですね。ほう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 、うわー、あと2つがね帰ってきてくれることを祈ってって感じで、あとはちょっとケージのプラケにね入れてあげてっていう感じで、この子たちをまた飼育していこうかなっていうところでございます。なんかね、あの前回久しぶりの動画っていう感じでね、再スタートっていう形で、まあリント日記っていうか、まああのあれですね、あの Vlog みたいな形式に変えていくよっていうお話と、ちょっと忙しくてなかなか動画更新できなかったよって話をね前回しながら飯食ってたんですけど、あのそういう動画だったんですけれども、あの今回は普通に動物の動画でございます。はい、ということで今回の Vlog としては、あのうちの青大将ちゃんがね生まれましたっていうところでございます。はい、いやーびっくりだー。ちょっとねまたこんな感じで動画更新していこうかなと思います。なんか喋りたいことね実はいっぱいあるんだけど、あのいっぱい喋っちゃうとトピックが多すぎて1個の動画が30分とか40分とかすげー超えちゃって、で前回の動画普通に30分超えたので、1個のトピックで喋っていくようにしようかなと思います。はい、ということでね、多分この動画はすぐに上げるようにしようと思っているので、はい、即日ね動画アップされると思います。はい、ということで本日は青大将ちゃんのね産んだ卵が1匹帰っていたよっていうお話でございます。あと2匹はこれからね生まれるか、まあもしくは発生が止まってしまってるか、どっちかにはなると思うんですけれども、ちょっと期待しながらやっていこうかなと思います。ということで本日は以上となります。以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。